2年の過去問について解説していきたいと思います私の解説方法は英単語文法の暗記が必要としませんので皆さん英語の長文で得点を取ることができる内容となっております私も、ね、こ,の,こうあの方法を高校生の時に知って高三の夏には英語の偏差値が爆上がりして次第ならどこでも合格できるレベルに到達してましたなので今回はそのやり方で皆さんと一緒にやっていければなというふうに思います過去問に入る前にですね 長文読解で抑えるべき3つのポイントについて、えー、確認したいと思います1つ目は英文は読まない考える2つ目が作者問題作成者の意図を組み取る3つ目が英文は抽象から具体に進むということですでここを意識してやると何がいいかというメリットなんですけれどもまずですね時短でコスパよく回答することができてま設、あ、問にもですね余裕を持って取り組めるので取りこぼしがなくなるということです でさらにですね、ここが一番大きいメリットかなと思うんですけれども、英語を読まないので、英単語、英文法を知らなくても、皆さん誰でも得点できるということです。あの他の YouTube チャンネルとかだと、なんか暗記をしてください、文法を知っておいてください、公文を知ってスラスラ読みましょうみたいな話あるかと思うんですけれども、あの暗記っていうのは私は必要ないと思っていて、その能力ってあんまり将来、社会人に、ね、皆さんなった時も、あんまり役に立たないんですよ。 どっちかっていうと考える能力の方が将来ね求められる能力になりますのでそこも含めてね今回はあの考えるということに集中して取り組んでいければなと思っています。なのであの英単語、英文法、ここをね暗記する必要はないということです。ポイント1つあずつねあの解説していくんですけれどもまずポイント1としては英文は読まない、考えるということでまあこれ何を言っているのかというと あの因果関係、時系列、対比関係、接続詞、まあ、これから長文ね、えー、と見ていくとたくさん出てくると思うんですけれども、ここら辺のところを駆使して、まあ、文章を類推する、当たりをつけるということをやっていきます。なので、まあ、つまり、この先の文章でこういうテーマが来るんじゃないかとか、こういう話の展開になるんじゃないか、みたいなことを皆さんと一緒に考えながら、あの見ていくということになります。 でポイント2つ目は作者問題作成者の意図を汲み取るということです。なぜ作者はここでこういう単語を入れてきたとか、こういう話を入れてきたのかということをですね、まあ、当然作者の主張があるからそういうことをしてくると思うんですが、そういうところをちゃんと意図を汲み取りましょうということをやっていきます。3つ目は英文は抽象から具体に進むということで、 ええと、第一段落の1文目って結構抽象的に難しい文章多かったりしませんかね？なんか単語が難しいとか表現が難しいとか。 ああそうなんですよ。えー、英文はですね、抽象からそして同じ話が具体的にどんどんなっていくだけなので、後半のね具体的にな,になったその簡単な文章、ここをですね理解すれば、まあ、同じ話が繰り返されているだけですから、結局ですね、文章全体を理解することができるということになります。このちょっと英文のですね構造みたいなところも確認しながら一緒にやっていければなと思います。攻略手順としてはは英語の長文は スステップ1からステッッププからのように進んでいきますまずはですね、単語から話の主題をつかんでもらえます。英語はあくまでも読まないんですね。単語、特に名詞をかいつまんで、メインテーマ、ここを見ていきますということです。で、ステップ2は、まあ、類推するということですね。まあ、こういう話の展開になるんじゃないのかっていうことを、さっき言ったポイント1を駆使しながらやっていくと。で、ステップ3では、その類推した話の流れ、 まあこういう話の展開になるんじゃないのかって思っていたのが、本当にそうなったかどうかっていうのを確認していく作業になります。ここでも絶対に英語の長文は読みませんということです。まあ、実際に、ね、あの英語の長文を見ていければいいかなと、皆さんに体験してもらえればなという形で早速進めていきましょうか。でまず、ね、英語の長文を始めますけれども、まず最初にやっていただきたいことは、ですね中を見ましょうということです。 で中はですね、日本語で書かれているわけじゃないですか。だからすごくヒントなわけですよね。今回ね、中を見て、まあ、文章のテーマがどういうテーマなのかとか、まあ、どういうことが書かれそうなのかっていうことを類推、ここでも当たりをつけていきましょう。考えましょうということです。で今回ね、スパムメールとかマルウェアとか、あねえー、とファイアウォールとか出てきますよね。つまり、なんか、ね、インターネットの,そのウイルス的な話とかが、 文章の中で現れるんじゃないのかっていうところはここでおおよそ当たりをつけることができますよね。ただこれがメインテーマとなるかはちょっとよくわからないところですよね。はいっていうぐらいの感じでいいと思うんですけれども、じゃあ早速英語の長文見ていきましょう。で、質問はあのあの当たったらですね、あのその都度解いていこうかなというふうに思います。 じゃまず最初ですね。名詞です。あくまでも英語の長文は読まないので、なんか名詞、新しい名詞が出てくれば、それを見ていくということですで。どうですかね。オレンジでつけて色付けしてあるところが皆さんに見てほしい名詞ですね。見ていくと、トレーナー、ホーストレーナー、それからマスっていうところが出てきますよね。そうですよね。これは何を言ってるか。 どうですかねここはでも英単語、このぐらいの英単語は知ってますよね。ホースですか馬ですよね。馬のトレーナーって言ってるわけですから、調、まあ、教師かなんかなんでしょうね。で、次がマスマチシャンって言ってるんで、数学者ですよね。マスはいいですよね、数学ですよね。はい。ということで、なんか、馬のトレーナーと数学者が出てきたぞということです。ってことは、なんか馬の話だったり、数学の話をするのかなっていうことを、ここで当たりつけてくださいね。はい。 でなんかそういう話が来るんだろうなって見てるとまたホースであったりマスってきましたで2行目ですけどもホースがキャンドゥマスって言ってるんですよこれどういう意味ですかつまり馬が数学できるって言ってるわけですよねそうですよねでもこれって絵って感じですよね皆さんがいや私もえって思ったんですよいや馬計算できないだろうっていうふうに思ったじゃないですかでもこの文章では馬が計算できる っって言って言るわけですだから1たす1は2ってできるっていう話なんでしょうね。はいまあ、そんなことが書かれるんだろうというところで、ここでも当たりをつけて次見ていきます。単語を拾っていけばいいんですが、えー、2行目の一番最後ですね、デ i s ってきてますね。これは でできてるんですよこれ何を指しているのか皆さん分かりますかねその前の単語はデモンストレーションってきてますよねデモンストレーションはいいですよねなんかゲームとかでもデモンストレーションバージョンデモバージョンみたいなのありますよねそうですよね。これはこれって言ってるんでもうすでに出てきているものをこれって言ってるわけなんで前を見ていけばいいですよねそうすると今回今この1行目と2行目の最初で 話話になっってているるのは馬が計算できるって話できすよねだからまあそれしかないでしょうね。はい。馬が計算できることのまあデモなわけでしょうね。はい。ってことをデモンストレーションやりましたということですよね。そうすると実際にまあどうだったのかっていうと、まあ計算はできるんでしょうね、馬が。はい。馬ができるって書いてありますから。っていうのできるんだろうなって見ていくと、まあ4行目ですよね。タップヒズ・フーフって書いてあるんですよね。 夫婦はあれですよ。蹄って中がありましたよね。だから馬が蹄とま,ま足をトン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 って叩いたって言ってるんですよこれ何を言ってるんですかね？次見ていくとコレクトアンサーってありますから。つまりた例えば 1+1 はって言ったら、馬がトントンって2回叩くみたいな。そういうことを言ってるわけですよここでいきなりなんでタップするんだっていうことですよ。これをちゃんと考えてくださいね。 はい、ということになくて A ですよね。A になりましたんで A 見てみましょうか早速。馬が今計算してるって話をしてるわけですからもうそれがメインテーマですよ今ね。なので馬が計算しているっていうところの話の流れを組んで見ていくとこれはもう分かるんじゃないですかね。他の選択肢はというか計算してないですもんね。 B とかもいいですアラウンドヌーン。だから、ヌーンは正午ですよね。正午付近になったら12回タップするって別にそれ計算でもなんでもないですよね。そうですよね。C とかもいいですよね。9って言ったら9回タップする。それ計算でも何でもないですよね。ただのゲーですよね。そうですよね。D はどうですかね。これ、ディバイディング 8x2 ですけど、まあこのディバイドとかがわからないかもしれないですけど、まあ 8x2 って言ってるわけだから、 8を2で割って4だ。だから4回タップしたっていうことでしょうね。この数字を、単語が分かんなかったとしても、8と2と4を見れば、まあこれ割ってんだなって分かりますよね、皆さんね。それ、8割る2ぐらいは計算できますよね。はい。っていうことから、計算をしているものはどれかって選んだら、もう D しかないですよねっていうことです。だから単語が分からなくても、ここは頭を使えば、あ答えにたどり着けるかなと思います。 じゃあ次の段落を見ていきましょうか。えっ、ー、と、インタレストイン。興味を湧いたわけですね。何に興味湧くんですか、これ。もう一つしかない。ホースマスですよね。ホースクッドドゥ・マスですよね。そうですよね。それしかないですよね、今ね。興味湧くもの。はい。ということは、まだ、まあ、この話が続いていくんでしょう。で、インベスティゲイト、まあ、調査するとかあですけれども、まあ、この辺単語わかんなくても、まあ、問題はないでしょう。あくまでも、まあ、まだホースドゥ・マスがあって、 続くんだなということですよねで、まあ、続いてるんだろうなという当たりをつけて見てみると、まあ、ホ、えースとアビリティですね、えー。馬の能力ですよ。アビリティとかもいいですよね。ゲームとかでもアビリティとか出てきますよね。はい。馬の能力ってこれ何言ってるんですかこういうところ、英語がさっき言いましたように、同じことの英語は抽象から具体に繰り返してるだけなんですよ。 ということですよね。だから、ホースの能力って言ったら、今一つしか出てきてないですよね。法則とドゥ・マスですよね。そうですよね。そこね、ちゃんと言い換えになってるんで、同じこと言っているんだなっていうことを常にあの皆さんの方でもやっぱ確認をしないと、ここはダメですということです。で、次見ていくと、やっぱりだから馬がなんか計算してるんだろうなっていう話で、ただ、産行目ちょっと話が変わります。Wasn't really solving マ a t h e って言ってるんで、ね、すソルブはいいですよね、これ。 解くですすよよねね今だから問題を解いてるわけでで、ね、数学のでこれが解けないわけですね wasn't なんであれって話で,ですねここで話変わりましたよね今まで解けてたって話はなかったのっていう話です 1, 1は2って分かってたんじゃないのって話がいや そうじゃない。本当に解けてるわけじゃない。だから本当に1たす1が2って分かってるわけじゃ馬はないんですよって話ですよね。ここら辺だから英単語見ていけば英文読まなくてもここ頭使えば分かりますよね。で、バットが来ました。そうです。しかしです。このしかしは非常に重要なので私接続詞は三角マークつけてます。皆さんもあのマーキングぜひしてください。あとオレンジの,あの色つけた単語のところもマーキング皆さんね、するようにしてください。でバットしかしの後っていうのは作者の主張が来やすいのか。 来きにくいのかというと起きやすいですよね。しかし私は何々だっていう話ですよね。はい。ということで、この後で見ていきましょうということになります。で、バットからだと、まあ、レスポンスで、ピーポーズリアクションってきてるんで、まあ、何のこと言ってるんだって話ですよね。はい。だから、まあ、ちょっとよくわからないと、方は、まあ、どうするんですかこれ次見ていけばいいですよね。だって、英語は同じことの繰り返しですから。はい。 で、次の文章とか見ていくと、まだタップしてますけれども、そうですよね、カレプトナンバーですから、コレクトナンバーですから、正しい数字。だから、四1たす1は2って言ったら2回打つわけですけど、でも、馬はそれを本質的に分かっているのか分かってないのかというと、分かってないって話でしたもんね。はい。だから、ここはさっきのところの言い換えになってますよね。で、次どんどん見ていくと、 どうですかねチアーズってきました。チアーズはいいですかねチアーガールとか言いますよねだから、チアーガールとかもね、要は野球の応援とかでも拍手叩いたりしますけれども、だから、わ、すごいってなってるわけですよね。だから馬が1たす1が2ってやって、わ、すごいってなってるわけですよ。で、そうすると、全非ウッドストップ、最後、この非ですね。この非が大事です。これ何のことを言ってるんですかね これ、馬ですよね。そうですよね。しかも、ヒーダが単数ですから。じゃ彼って言ってるわけですが、もうすでに文章に出てきていて、単数の名詞ですよね。止まるものですよね。馬しかいないですよね。だから、タップを止めたってことでしょうね。ここはね。ということなんですよ。だから、盛り上がるとタップを止めた。これ、どういうことですかとここで考えてくださいということです。だから、ここは、つまり、じゃあ1、1たす1は、 なんかトレーナーナ馬のトレーナー調教師が言った時に馬はこうタップするわけですよねタップしてってで2回タップされるとちょあの聴衆周りの聴衆とかトレーナーは2回タップした答えが分かったすごーいってチアするわけですよねそうすると馬はどうなるんですかストップするわけですよねそうですねタップをやめるわけですよねだから あ、じゃあ2って馬は分かってるんだってみんな誤解しちゃったわけですよ。2回タップで終わっちゃったんで。だから、からくりとしてはそういうからくりなわけですよね。馬は本当に1たす1が2って分かってるわけじゃなくって、周りの聴衆に合わせてたまたまタップを正解すること、タップの数を正解させることができたっていうことですよね。そういうことで盛り上がると馬はタップやめるんでっていうことですよね。 はい、ということをここで考えてくださいということです。ここでそれを考えられれば、あとほとんど読む必要、あ見る必要ないんじゃないですかねということです。はい。で、次の文章とかも B 出てきましたけど、ストップしました。で、えーえー、今度、クルンツィオアヒアですから、チアしてないわけですよね。盛り上がって、オーディエンスが盛り上がってないと、馬はタップをするのかしないのかっていうと、 しますよねっていうことが書かれてるんじゃないかっていう話ですよね。はい。ここさあの、前の文章との対比が起きてるんじゃないかということです。っていうふうに見ていくとどうですかね。えー、キープタッピングですよね。はい。なお B でいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、これ次見ていきましょう。 で、えー、三段落目ですね。単語をまた見ていきましょう。新しいね、単語とか出てきたら、それ、要注意ですからねで。コンピュータサイエンス、来ましたね。はい。コンピュータサイエンス、今まで出てきてなかったですよね、話の中で。話題としても、なんか、いきなり違う話題が出てきましたよね。はい。これ、なんで出てきたんだろうって話ですね。ここで、なんで作者がコンピュータサイエンスを出してきたのかということです。そこをちゃんと考えるようにしていきましょう。で、まあ、ちょっとよくわからない場合は、まあ、見ていくしかないですよね。はい。で、次見ていくと、ランフロームハンズ。ハンズは、 これあれあですよ馬ですよね。さっきタップしてた馬ね。はい。から、ラーンですから、ラーンフロームさんが学べるって言ってるわけですよ。だから、コンピューターサイエンスも、だから、同じようなこと、ハンズと同じことをやってるんじゃないかっていうことは、ここで皆さん考えてください。当たりをつけてくださいということになります。つまり、じゃあ、コンピューターサイエンスっていうのは、ここからどういうことが書かれていきそうですか。ハンズの馬の場合とだから同じってことですよね。 っていうふうに考えると、つまり AI も何かのその本質的なからくり仕組みっていうのはコンピュータサイエンス AI ですね。AI は分かってないということですよね。で、分からなかった結果、こう周りを誤解させてしまうっていうマイナスの面ありましたよね。そうですよね。はい。っていうことを、なんかそこのあたりが書かれていくんじゃないかっていうのを、これ、おののね、あの皆さん。 当たりをつけてておいいくださいということです、すということでじゃあそんな話が来るんじゃないのかなっていうふうに見ていくと、The Artificial Intelligence、さっき私言っちゃいましたけど、何の言い方ですかっていうのをちゃんと皆さんの方で考えておいてください。コンピューターサイエンスですよね。だから英語はやっぱり同じことの繰り返しですよね、はい。が、多分本質的なそのからくりみたいなことを分かってないわけですよね。さっきの馬と一緒で。 AI ってそうですね。いろんなこ,うことを学習させられるわけじゃないですか。人間によっていろんなデータを入れられたりするわけじゃないですか。でも、なんでそういうことが起こるのかっていうことは、AI は多分分かってないってことなんですよね。そういう内容が来るんじゃないかということです。で、見ていくと、どうですかねま。またバッと来ましたよね。はい。ですね。で、次も見ていくと。 どうですかねこの辺、まあいいですよね。はい。っていうことですね。カレクトアンサーとか、まあ正しい答えとか言ってますけれども、truly understanding the information with 情報の理解なしでは、正しい情報の理解なしではとか言ってますよね。で、次見ていくと、どうですかね。ここで問題ですか。ただちょっとここだと弱いですよね。どうですか皆さんわかりますかね まあなんかその本質的なところのカラくりは分かってないっていう多分おそらくこの防線も話なんでしょうけれどもちょっと分からないですねはいまあ、単語とかねディスイブとか知ってればいいですけど、まあ、知らない場合ね、はい、まあ英単語分からないっていうふうに私今回ね仮定して解説してるのでちょっとここ分からなければどうしますかってことですよね。 次見ていくしかないですよねっていうことですよね。で、またアーティフィシャルインテリジェンス AI 出てきましたから、多分ん同じような話がされるんで、この辺で、ね、具体的になっている可能性があるので、この辺で分かればいいですよね。はい。そんな感じで見ていけばいいんじゃないですかね。英語の条文ね。で、まあ、見ていくとあ、エッセンシャルパートってありますね。Our Society。エッセンシャルいいですよね。必要不可欠なですよね、えー。我々の社会で必要不可欠なパートでは、そうですよね。AI ね。いろんなところに使われてますよね。車の自動運転とか。まあ あのまだねあの、行動ではあできてないですけれども、AI って、まあ、いろんなところで使われてますよね。はいまあ、医療の現場とかでも使われたり、ね、しますよね、はいまあ。そんなことを、ね、思い浮かべながら、まあ、我々の、ね、必要なパートですよねということです。で、次見ていくと、看板以降ですね、か例が上がってるわけですよね、ここら辺ね。はい、もういいですよね。ここら辺もそうドライブ・アワー・カーズ来ましたよね、さっきだから。 車とかにも使われてますよねみたいな話しましたよね。自動運転とかですよね。だからそういう話は来てるんじゃないかっていう、まあそれだけですよね。だからここら辺そんな別にね、見る必要もないということです。で、次とかを見ていくと、えディシービング。また来ましたね、ディシービング。はい。で、コントロールしてます AI がねっていう話で、まあそれはそうでしょうねっていう話なんですけど、 ただまあさっきの馬でもそうでしたけれども本質的なところを分かってないので相手を誤解させちゃってましたよねさっきの馬はねはいなので AI なんでどっちかっていうとさっきはその1たす1が2って分かってるんじゃないかって聴衆ねあのトレーナー人間たちを誤解させてましたけど今度機械なんで馬じゃなくてね機械で AI なんで 今回は誤作動っていう方向じゃないのかなって、ここら辺で当たりがつくといいのかなと思いますね。だから誤作動してくるんじゃないのかっていうことですよ。本質的な仕組みが分かってないんで。はい。ということをここら辺で分かってほしいんですよね。ということになります。で、まあ、まあ、それがね、分かんなかったとしても、まあ、分かんなければ次見ていくしかないですよね。じゃあ次の段落見ていきましょうか。スモールからですね。 はい、なんかリサーチが出てきますけれども、まあ、誰かが何か言ってる何、何を言うんですかね、ここでは。おそらく AI は、まあ、本質的なそのからくり仕組みを分かってない、データを、ね、人間が人工的に入れられてるだけだ、で何か、まあ、マイナスなことが起きるんじゃないかということですよね、誤解なのか誤作動なのか、何か起こるんじゃないかということ、ここ、当たりつけていきますよね、そうするとどうですか。 はい、アタック AI システムね。なんでアタックしてるのこれアタックでいいですっ攻撃してるわけですよ、2行目。なんでこれ攻撃するんですかこれ誤作動を起こすためですよね。そうですよね。そういうことですよねっていうことなんです。だから当たりをつけるっていうのはこういうことなんですよね。なので、まあ時短になるということですよね。で、次とかも見ていくと。 まあいいですかね、ここら辺は。まあアタックされてるって話ですよね、AI が。で、おそらく誤作動みたいなことで起きちゃうんじゃないかっていう感じですよね。はい。えっと、1、2、3、4行目の最後とか、small amount of noise。これ何の言い換えですかこれアタックですよね。アタックしてるわけですよね。そのノイズとか入れてね。はい。 ということですね AI に対してノイズとか入れてアタックして誤作動を起こそうとしてるっていう、ただそれだけの話ですよね。だから同じことの英語は言い換えなんだということ、ここでもわかるかなと思います。はい。で、なんかマルウェアとか出てきましたね。あれ、中でありましたよね。はい。だからマルウェアとかに感染させちゃうとかね。はい。っていう話なんだろうなーって当たりがつきますよね。読まなくてもね。ということです。で、出てきたのが、 最後の方辺ですね。ミスリーディング。はい、やっぱりミスリーディングしてるじゃないですか。もうこれでいいですよね。ここで、ここでは皆さんもう分かる。最低限、ここでは分かってほしいですね。なんで、ここで、ああ、やっぱ誤作動だったんだって、ミスリーディングから分かって考えれば分かるかなと思いますね。だから AI がミスリーディングしてしまうわけですよね。で、C、D と来てるわけですから、えっ、ー、と、C と D の間ウイルスですよね。だからウイルスを、 要はミスリーディングするんだから普通は AI システムはウイルスをこう除外するというか防ぎますよね。そうですよね。入れ,入れやしないですね。普通は防ぎますよね。でも今回ミスリーディングしてるわけですがウイルスを入れちゃうわけですよね。何かにその今回だとネットワークですかに入れちゃうわけですよね。そうですよそれがミスリーディングですよね。誤作動っていう言葉ですよね。と、はい、いうことを考えていくとどうですかとシート D ですね。 プリベントは防ぐですよね。なんで、レッドは何々させるですね。はい。なので、A と B に絞れるかなと思います。で、トラベルかトラベリング。まあ、ここは文法ですね。なので、文法知ってないと厳しいかなということですが、まあ、レッドの後は、あの原型ですよね。はい。レッド何々原型でさせるですよね。まあ、そこら辺は文法なので、まあ、知ってなかったら、まあ、この問題はね、 難しいのかなというふうに思いますけれども、ただ知らなかったとしても、A と B に絞ることはできるので、まあ、50%の確率で正解できるかなというところになります。ただまあね、あの大学の入試、別に満点取る必要ないですから、はいまあ、この辺はね、まあ、選択肢を切って、政党の確率を上げるっていうところまででいいのかなというふうに思います。まあ、もちろんね、あの文法として、まあ、結構基礎的なところでね、あの皆さん知っていてほしいというところはもちろんありますがということになります。で、 次のさっきやっきた B1 ですよ、ね、B 1個1ページ前戻るとまあ飛ばしたところはありましたけどだからここは要は誤作動的な話なんじゃないかなっていうのが今分かったわけですよねそうですよねはいだからここら辺はおそらく話としてはなんかその本質的なからくりを AI は知らなくて でだからアタックされると誤作動起きちゃいますよっていう話なんじゃないかなっていうのに近いのを選んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。えっと、問題が、モーストタイプ、モーストタイプ、モーストタイプ4番ですか。はい。4番ですね。4番の問題になるので、えー、これは、 B ですよね。これ、ディ c e i だますですね。だから、だまされたわけですよね。AI が。要は、その人間によってアタックされたことによって、次の段落のところでだまされてましたよね。っていうふうに、まあ、要はそれによって誤作動が起きてしまうということですよね。はい。ということで、B になるかなと思いますで。3番もやってなかったですかね。ゼ、えー、<music> イザー、ロット・オブ・ザ・コンピューター・サイエンス、キャンランフの。あ、これはもういいですよね。 さっきからずっと言ってることですよね。だから、正しい答えを出して、さっきの馬と同じですよね。正しい答えを言ってるからといって、タップしてるからといって、問題を正しく理解しているとは限らなかったですよね。だから、それがコンピューターサイエンス AI にも同じことが言えるということで、結局、誤作動が起きてしまっているということですよね。はい。ということになります。じゃあ、本ダ本部の方戻っていきましょうか。 で次の段落ですね。はい。えー、どうですかね。新しい単語とか出てきますかね。またコントロールとか出てきましたね。ドライバーレスカーか。だからここ AI 使われてるってだけの話ですよね。だから、ここら辺もいいですよね。ファイアフォールとかの話もね。はい。もう、ここら辺別に特に見るとこないかなと思います。で、デンジャーって言ってますよね。さあ、ここら辺でまた考えましょう。マイナスが出てきましたけれども。これデンジャーって何を言ってるんですかね。 これデンジャーなの分かりますかさっきのドラ,イドライバーレスカーとかそうですね。自動運転とかで、例えば誤作動されちゃったら、これ事故っちゃって、人の命まで危ういですよね。だからそういうところでデンジャースなんじゃないのかなと、ここでまた当たりつけてくださいね。はい。ということです。で、また次とか見て、またアタックしてますね。テ,、えー、テクニックにね。またアタックしてて。 中の5が出てくるのか。中のが敵対的な、だからなんか敵対 AI に対して敵対的なアタック、さっきもしてましたけど、してるんでしょだからこれを結局同じことをずーっと言ってますよね。前の段落から。はい、でサウンズだ、テキストだ、これ何だったかというこれ攻撃の種類ですよね。で、結局攻撃しちゃうと AI はどうなるのかというと、誤作動を起こしちゃうってただそれを言ってるだけでしょうね、おそらくね。 はいまあ、そんなところで当たりをつけながら見ていくと、まあ、やっぱりそうですよねっていう、まあ、スモールチェンジきましたけど、これもいいですか、何かの言い換えですけれども、これ、1行前ですよね、イメージとかサウンドとかですよね、そういうことを言ってる、要はアタックの話ですね、アタックの言い換えですよね、はい、ずっとアタックって言ってるわけですよ、英語は同じことの繰り返しということです。えー、で、アタックされば誤作動が起きるということで、えー、いいですね。 AI システムが、えー、とインコレクトインなので、なのでコレクトは正しいですから、正しくないコンクリュージョン、まあ、結論、結果ですよね。はいまあ、コンクリュージョン分かんなかったとしても、まあ、コレクトぐらいは分かってくださいねということです。だから正しくないって言って、だから誤差はどうでしょうね。はい、そう言い,言い換えていただければいい話じゃないかなと思います。だからアタッカーズ、アタッカーズはどうするのインコレクトに。 仕向けるわけですよね。攻撃をして、そうですね、アタックしてね。っていう、だから攻撃をするように仕向ける的な感じのニュアンスが入る言葉を選べばいいんじゃないですかね。というと、6番はどうですかね。はい。アスク、ノベル、フォース、シール、プロミス、約束する、バント欲しい、もう B しかないですよね。ということになります。はい。 じゃあ次の段落見ていきましょう。おで、なんか出てきますかね。x グザンプル例が出てきましたね。これ何の例をここから言っていくんですかっていうことをちゃんとここで考えてくださいねということです。もういいですよね。だから AI のシステムがアタックされて、スモールアタックされて誤差度を起こすっていう。 もうその例が出てくるっていう話でしょうね。今回ね、その話ずっと今までしてきてるわけですから。そういうところを当たりつけて見ていくと見ていかないでは、時短になるかならないかっていうところ大きく違ってきます。じゃあ実際にそういう話が来ているのか確認していきましょうということですが、なんかパンダが出てきました。下に写真ね、出てきてますよね。 はいですと、だからこれがなんか誤作動を起こすわけでしょうね。だからパンダの写真来てるのにパンダじゃないみたいな話になるのかななんて、ここでね、パンダの写真が来てるところで当たりつけといてくださいね。で、バットが来てます。で、しかしって来てるんはこの辺から結構重要なことを言ってくるんじゃないかなということですよね。でスマー、スモールアマウントオブケアフリー、はい、来まして、ね、ドット来てますよね。これが、これ何の言い換えですか 今までの文章で言うと、スモールアタックですよね、ここで、ね。そうですこれアタックしてるわけです。パンダの写真に点々載せてアタックしてきてるわけですね。そうすると AI は誤差動を起こすですよね。もう絶対そうですよねっていう感じで。なんですけど、一応じゃあ確認しましょうかということで、えっ、ー、と、F の問題も来てますね。ただ、バット次来てるんで、そこも見ちゃいましょうか。で、バット、You get the image on the light. ですから、ライトですから、パンダの写真ですよね、右側ね。ですね、U っていうのはあなた、つまり人ですよね。はい。しかし、ザッとザシステム、ザ、だからここで対比が起きてるということですよね。ここね、見逃さないようにしてください。バットの対比です。これね、対比、何回もこれから言っていくと思いますけれども、あなた、人とシステムって、機械と人間の対比ですよね。人間は正しく読み取れるの、読み取れないの、パンダだって分かるの、分からないのって言うと、 分かるはずですよねだからシステム、これシステムは AI でいいですよね。AI の言い換えですよね。AI は分からない誤作動を起こすってことですよね。はい。ということで、まあ見ていくと、なんかギ、ぎっ、ぎっぽん、っって言うんですかね。ま私もよく分からないですけど。 最後のところ行を見ていくと similar to pandas で similar と同じようなっていうことはパンダではないわけですよそのギッポンっていうやつはですよねだからここで誤作動を起こしてパンダじゃないふうに認識エアしてしまっているということですっていうとこの F に関しては人間なので誤作動してないですよねはいっていうふうに考えると F はどうなりますかというと ヒューマンの話してますよね AI の話ではないので A と C はここでも切れますということです。だからさっきの対比の関係が分かるか分かんないかで今のように選択肢が、ね、簡単に切れる切れないが生まれてくるということです。でじゃあ B か D か見てみるとアンリコグナイズじゃないですよ。人間は誤作動しないですから。 アンリコグナイじゃないですよね。普通にリコグナイできるわけですから、D ということでしょうとういうふうになります。簡単ですよね。はい。じゃ次の段落見ていきましょう。アナザーってきましたね。他に。他に、他にこれ他に、じゃ何が来るのっていう話ですよ。 ここも例ですよね。さっ,きのさっきはパンダの例で誤作動を説明しましたけど、今度はパンダ以外の例で誤作動を説明してくるということでしょうね。で実際次見ていくと、エザンプルって来てますかあやっぱりそうなんだということです。で AI また出てきましたね。まあ、それは出てくるでしょうねということで。はい、セルフドライビングカー来ましたね。だから自動運転ですよ。で自動運転が多分、このまま行くと、ここで皆さん当たりをつけてください。類推をするんですよ。 そうすると、これはセルフドライビングカードはどうなるんですかというと、誤作動を起こしますよね。誤作動を起こして、おそらく事故を起こしますよね。っていうところまで、ちゃんとイメージ、考えておいて、ここの時点でくださいということです。で、次見ていくと、ストップサインって出てきますよね。これいいですよね。だから止まれっていう話ですよね。はい。しかし、どうなんですかなんかバッときましたけど、止まるんですか止まらないんですかというと。 これ止まらないですよ。だって誤作動するんですが、この後。ですよね。だからそういうふうな内容が来るんじゃないかと、ここで当たりをつけるということです。で、見ていくと、3行目です。アクセリレイティってアクセルですよ。これ。だから、ペあのブレーキペダル踏まなきゃいけないのに、アクセル踏んじゃってるわけですよ。だから、これは誤作動してるのしてないのというと、してますよね、ということです。で、G が来るんですけれども、G 見てみると、だからそういうことです。誤作動起こしちゃったということですから、 えー、これ B ですよ、アクシデントですよ、だから事故っちゃったということでしょうね、結局ね、だってそうですよ、止まるところをアクセル踏んで、ちょっと発進しちゃったら、それ事故りますよね、そうですよね信号でだそうですよ、信号で止まってるのにアクセル踏んじゃったら、そまずいですよね、事故りますよね、ということです。はい というところねあの、当たりをつければ、もうなんてこともないというところで、一瞬で解けてしまいますということです。単語も決してね、難しい単語を、ね、言ってるわけじゃないですね。これも中学生とかそのぐらいのレベルの単語ですし、あとは皆さんね、身近で聞く単語をあくまでピックアップしてますからね、はい、そういうレベルの単語を分かってるだけで、別にね、難しい単語を暗記してなくても、英語の長文は解けるということになります。で、次見ていくと、最後の行ですね、ミスリーディング、やっぱりしてましたよね、だ、誤作動ということ。 そうですよねこれも言い換えですから、皆さんね、ここら辺もちゃんと気をつけてくださいということです。で、えー、もういいですよね、ストップを、だからストップをどうだったのストップじゃないって話でしょ。アクセルしちゃったって話です。H はね。はい、だからそれ近い文章を選べばいいんじゃないですか。ということですけれども、アクセルしてるのはどれですかね、まあ、いいですよね。だから70キロで走っちゃったってことを言ってますよね。 ほ、ね、他は走ってないですよね。スクールゾーンとか別にそういうゾーンの話をしているわけではないですよね。はい、パーセン、バイクとか、うん、そういう話をしているわけでもないですよね。と、はい、いうことですよね、はい。もうここはいいかなと思います。で英語の長文も、ね、全部読めましたので、最後10番ですかね、えー、やっていきましょう、えー。AI はネットワーク外部からの侵入者によってシステム内部の書き換えの痕跡を探すのは難しい。 えどうですかねこんな話してなかったですよねあくまでも外からあのスモールアタックを攻撃を受ける で、それ、誤作動起こるって話ですよ。別に、そのシステムの内部が書き換えられたから、その痕跡を探すのをうんぬんなんて、そんな話はしてないですよね。ということです。だ間違いでしょうね。で、2番は、人間には見落とされる入力情報の小さな違い。そうですね。スモールアタックされてましたよね。これがね、まさにね。で、人工知能システムは有害な動作を起こす、こそうですよね。最後の例とかもそうでしたよね。車の例とかもそうですけれども、事故っちゃいますよね。ストップしなきゃいけないところでアクセル踏んじゃったら、それは事故りますっていう話です。だから2番は 合ってるんじゃないですかね。だから一が間違い、2が合っているのは B が正解ということで、今回は以上に解説になります。で、皆さんね、あの解説動画ポイントをね書き込んでもらって、もう一度自分だけでね、私と同じこう考え方動き方ができるか確認しておいてください。で過去問もあのまっさらな過去問にですね、もう一回自分で解けるかどうか、あ2度目ですね。あのさっきの3つのポイントね意識しながら再度解いてみてください。